はい、レオンチャンネルです。本日紹介するのはこちら、スーパー戦隊バトルダイソーエクスプレスウェアハウスです。はい、今までのデータカードダスはダイソーデラックスだったんですけど、今回の特急ジャーからはダイソーエクスプレス、これに変わりました。そしてダイソー初の箱買いをしてしまいました。ワンボックス20個入りですから、これで2000円ですね。ちなみにパッケージは2種類あって、特急ジャーとカーニバルバージョンと特急ジャーと恐竜レッドバージョンがあります。カードラインナップは全20種類で、全てがオリジナルカードですね。そのうち1号と2号と4号はレアカードが入ってます。でも特急ジャー以外も全部恐竜ジャーですから、今回は外れなしですね。恐竜ジャーの10人戦隊が全員ラインナップされてます。ただ全20種類でワンボックス20個入りですから、これはダブらずにコンプリートできるんでしょうか。では早速レビューしていきます。とりあえず今回は右半分の10個を開封しましょう。では1個目、せーのドン。あ、裏側ひっくり返すと、あー、おー、レアカード出ました。いきなり、これは特急2号トカッチのレアカードですね。今までのダイソーデラックスに比べると全体的にスッキリしましたね。裏側はこうなってます。遊び方が書いてあります。裏側のレイアウトはガラッと変わりましたね。では2個目、せーのドン。ん、おー、ラミレスシアンですね。ちゃんとテレビ通り体がむっちりしてます。では3つ目、せーのドン。おー、アミー。はい、では4つ目、せーのドン。おー、出ました、カグラ特急5号です。なんか強そうな絵ですね。では5個目、レアカード来い。お、イアンが出ました。恐竜ブラック、ガブリボルバー持ってますね。はい、では6個目、特急ジャー。あー、弥生だ。恐竜バイオレットの弥生バージョンですね。そしてガブルキャノンを持ってます。この絵もいいなぁ。では7個目、せーのドン。出たー、出ました、レアカード。特急1号が光ってます。なんかちょっと CG っぽさが強くってかっこいいですね。これでレアカードはあとは4号の光、それが出ればレアはコンプです。では8個目、4号、トカッチ。2号のノーマルです。さらに9個目、せーのドン。わー、掃除きました。では今回最後10個目、これでレアが入ってたら右の列でレアカードが揃っちゃいますね。光のレア来い、ドン。おー、最後は恐竜レッドカーニバルのノーマルでした。では今回出た10枚を順番に確認していきます。まずは特急2号のレア、そして恐竜シアン、恐竜ピンク、特急5号恐竜ブラック、恐竜バイオレットの弥生バージョン、特急1号ライトのレアカードですね、特急2号トカッチのノーマルとグリーン、最後は恐竜レッドカーニバル、この順番で入ってました。とりあえずは全20種類中10種類はゲットできました。この感じだとダブリはないんですかね。そしてウェハースはいつものバニラウェハース、多分前回紹介した妖怪ウォッチウェハースと同じっぽいですね。いただきます。うん、これはやっぱり美味しいです。はい、ということでダイソーエクスプレスウェアハウスのまずは右の10個を開封しました。しかもいきなりレアカードを2枚手に入れちゃいましたね。左の列の10個で残りの10種類は出るんでしょうか。では次の動画ではこちらを一気に開封していきます。以上、スーパー戦隊バトルダイソーエクスプレスウェアハウスの紹介でした。